40分間通して粘り強く戦えたところが良かったのと、自分たちがやるべきことを遂行できた分が良かったんじゃないかと思います。お父さんお願いします。やっぱ専修大学に向けてしっかり準備してきたことが出し切れたことがこの結果につながったと思います。留学生のところをもっと全員でシュリンクして守ることと、失点が70点オーバーになってしまったので、それをもっと修正していくべきじゃないかなと思っています。自分たちは高さがない分、もっと留学生の部分を全員で守る必要があると思ったのと、あとファールケアをしっかりして早い段階でファールためないようにしないといけないなと思いました。ありがとうございます。決勝に向けて意気込みをお願いいたします。相手同行というよりも、自分たちがやるべきことをやったらその先に結果が待っていると思うので、ディフェンスリバウンドルーズボールを徹底してやっていきたいと思っています。勝つ準備はチームで1年間しっかりやってきたので、そのやってきたことをしっかり出して、明日は4年生を得にできるように頑張りたいと思います。ありがとうございます。プレイウィズシーガルズプライドを持って一緒に戦いましょう。おう